皆さんホテルで朝食召し上がると思うので、うん、最初の最初一箇所目に私がご案内したいのは、うん、スイーツ店です。スイーツ、午前中からスイーツ、はい、そうですよ。ミミさん、はい、罪深いプランですねこれ。いやもう今日は食べまくりましょうよひろくん、はい、最近沖縄で焼き野菜流行ってないですか、うん、あ確かに個性的でね、うん、おしゃれなお店増えましたね、はい、今日これから向かうお店は、うん、沖縄の女性、うちなんちの方がオーナーで、うん、そしてこのお芋の魅力に惹かれてオープンされて、はいはい、しかもですね焼き芋だけではなくてお芋のスイーツとカフェも併設している、うんはいはい、私のお気に入りの1店舗なんですよ。もうね今私通ってるんですよ。あでしょうねこっち、はい、見てくださいこっちかなと思いました。はい、芋芋自信の表れ、ね、まず1軒目は看板にデカデカと芋と書かれたこちらのお店。こちらではさつまいもを存分に使った絶品お芋スイーツを楽しめるそうなんですよ。こちらにいらっしゃるのがオーナーのうちなんちの白田さんです。よろしくお願いします。可愛いじゃないですか、ね、ありがとうございます。オーナーさん、はい、そうオーナーですよ、ねうん、まずその白田さんはこのお芋の魅力にすごい惹かれたということで、はい、実際にどういうところがこうお芋の魅力って思われてるんですか。そうですね、うん、もう自然が繰り出してるのにこんなに甘みとか蜜が出てくるっていうのは、うん、そこからお芋の栄養だったりとか健康にいい面とか調べ出して、うん、がん予防だったり生活習慣病にいいっていうのを知って地元の沖縄でぜひお芋屋さんをやりたいと思って、うん、今回お店を1年前に出店しました。ねえすごい思いが強いでしょ、産地とかによっても変わるんですね、うん、そうですね。そんな思いの強いオーナーさんが作ってくださるさつまいもを使用したスイーツを早速いただきましょう。もう見るからにとっても美味しそうですね。楽しみ。うわあ。うわわわ。なんか大学芋ってこう角張ってるイメージがあるんですけど、こう丸みがあるというか。そうですね。一つ一つみんなでスタッフで作業で面取りしてまして、はい、角をなくして滑らかな大学芋を、はい、作りたくて。手間暇かけて作られた大学芋、そのお味は？いただきます。おお、うまい！びっくりしてます。ホクホク。芋本来のホクホクさを残したまま、そうです。外の上品な甘みが絡みついてくるって感じで。はい。季節によってお芋も変わっていくので、生大学芋も季節で味が変わるという形になります。うん、絶品大学芋をいただいた後は、こちらのさつまいもを使用したブリュレをいただきましょう。抹茶アイスが美味しそう。そうでしょう。抹茶アイスになります。いや贅沢、うん、いただきます。美味しい。このね、やめ抹茶の苦みのあるアイスと、はい、そしてこの熟成したお芋の蜜と、そしてこのキャラメリーゼのパリパリっとした感じが、もう口の中にこうふわっと広がって、幸せ。ミミさん、一回こう目閉じるのいいですね。本当に。ちょっと食べたくなっちゃった？いいですか？うん。ミミさんの食べる姿を見ていたら、思わず食べたくなってしまったひろきくん。早速、いただいてみることに。果たしてそのお味は？お皮もそのままでいいんですよね。はい、大丈夫です。いただきます。うん、おお、うめえ。この芋の甘みと、うんうん、抹茶アイスのほろ苦さ、うん、これお互いをリスペクトしちゃってる。ああ、そうそうそう。なんかね、引っかかってる、うん、全然邪魔しなくて、うん、逆にちょっとこの苦みがいいぐらい、いいぐらい、ね、あなたのおかげで私も引き立ってますっていうチームワークがいい感じのね。あ、美味しい。合いますね。食べたりさんなんで、もうね、うん、いいよね。ありがとうございます。うん、これだけではありませんよ。こちらのお店にはたくさんの絶品スイーツがあるんです。とても写真映えしそうな、見るからに豪華なこのスイーツは一体、まるで金屏風みたいな感じね。うさぎの耳。じゃあ、はい、いただきます。あ、それわかった。はい、スプーンだこれ。あ、そういうスプーンだ。
ソフトつけながら、あ、ね、そっかそっか、こうやって、あ、そうですね、もう正解ですよね、はい、いいね、お、いい音、パリパリ感がわかる。あ、専門店だけあってこのチップスのね、この歯ごたえもいいですけど、そもそもアイスも濃厚でうまい。アイスオン大学芋もいけるんですね。あ、そうかそうか、アイスウィズか、この場合はこれでね、いやー、これはもうひろきくんだから食べられる大きな口であっと、あ、うまっびっくりびっくり出ました、びっくりマーク。アイス冷たくなった大学芋がまたこう蜜がパリッとこうまた絡みついてくれてっていう感じがしてね、いや、うまい、すごい。下は今度お芋チップスが、あ、そうなんです、そこは入ってるんですか、フレークとして、うん、ソフトでちょっとしなしなになっていくので、うん、結構普通のフレークじゃなくてこの芋チップスを使いたくて。なるほど、あ、そうか、いや、もうひろきくんは食べるとさらに美味しそうに見えるね。ものがいいですからね、うん、いや、まあ、もちろんそれはね、ひろきくん本当に美味しそうに食べますね、見てる僕までお腹空いてきてしまいましたよ。ところでこちらのお店はどのような由来があるのでしょうか。ミミさん、ひろきくん食べてばかりだからインタビューお願いします。ひろきくんがもう美味しそうに食べてるのでちょっとお話いろいろ聞きたいんですけど、はい、ね、お店始められて1年ということで、はい、これからこういうお店にしたいとか、はい、今後の展開とかってあるんですか。まずは沖縄の今こっちの店舗だけなので、中部北部の皆様に おいしいお芋を届けれるように広げたいって思うのと、またこの那覇市の国際通りっていうのが今コロナ明けから結構今やっとにぎわってきたので、そこの活性化も一緒にこっちの店舗で携われたらなって思ってます。さつまいもっていうとやっぱりこの九州のイメージが強いですけど、はい、沖縄とこう紅芋とかって聞きますけど、そういうお芋の状況っていうかどうなんですか、はい、最近本当に去年ぐらいから宮古島の方でも紅はるか この研究が始まってたりとか、結構沖縄の土で使えるところを研究されてる方がいろんな場所でしてて、うん、今来年とかからまた取れてくるみたいで、うん、はい、すごい沖縄の、ね、楽しみです。さつまいもも出てくるってことですね。はい、楽しみです。いや、もうね、海外の方も本当にね、ぜひこちらでね、美味しいお芋と、それからね、りんご飴も食べていただきたいですね、はい、うん、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ミミさん、はい、朝からとんでもない店紹介してもらいましたね。お腹いっぱいでしょ、スイーツで。美味しかった。美味しかったですよね。満足。リミさん、次は僕の番。はい、ランチ。そうです。イエーイ、待ってました。ランチ、今日はラーメンですね。ご紹介するお店はこちらと、ラーメン篠和さん。篠和さん。続いてやってきたのは、こちらのラーメン屋さん。そのあまりの美味しさに、開業早々多くの注目を集めた大人気店なんだそうですよ。どんなラーメンが出てくるのでしょう。お邪魔します。清潔感ある店内でしょう、うん、なんか女性もいいですね。いや、本当一人でも入りやすいみたいなんですけども、うんうん、カウンターもあって家族も向いてそう、うん、でご紹介しましょう、はい、店主の串さんです。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。僕は勝手にですね、彼を沖縄若手ラーメン界のユウと呼んでます。いえ、素晴らしい、ユウ。だってまだお若いですよね。はい、31の年になります、ね、で、こっちお店がだいたいオープンして何年くらいですか。約3年ですね。なんですけど、ミミさん、約3年でもオープンしてすぐくらいにもうすでにこの店のうまさみんなにバレました。ああ、そうなんだ。早めにバレてました。そうか、隠せなかったんだ、はい、でも美味しさはね、漏れちゃうもんですよね。もう食べたらわかると思いますよ。あ、何ラーメンか教えてもらっていいですか。醤油ラーメンが。醤油ラーメン、具志さんもこのラーメンのこの醤油にそれなりにこだわりがあるってことですよね。はい、僕の先輩がこの醤油ラーメンのお店を、約6年前あたりに出したことがきっかけ で、うん、でそのラーメンに感化されたことから醤油ラーメンに対しての興味が出てきて、うん、そこから自分で研究して、はい、ってところです。今メニューはその醤油のみですか。いえ、醤油と塩、背脂の醤油と塩の4種類ご用意してます、うん、それでは早速いただきましょう。今話題沸騰中のラーメン4種類の中から特に大人気な2種類を用意していただきました。もう見るからに美味しそうで僕もお腹空いてきたよ。お二人さん、早く食べてみてください。
ぐっさん、このラーメンのこだわり教えてもらっていいですか。まずはスープから。はい、スープは沖縄県産の鶏ガラと、うん、鳥取県の銘柄鶏になります、大山鶏を、混ぜて、織り混ぜて使用して、そこに昆布と煮干しとサバ節など旨味の強いもの、乾物を足して、あの丁寧に旨味を抽出したスープに仕上げてます。あ、醤油の処理もこだわってますか。そうですね、関東産の醤油を3種類ブレンドして、3種類、そこにまたあの昆布との旨味を補填して、うん、ちょっと旨味の強い返しという呼ばれる醤油ダレに仕上げてます。そのお肉何ですか。これは豚バラ肉 と8時間かけて肩ロースを低温調理した2種類のチャーシューになります。麺のこだわりは。麺はあの麺自体に含まれる水分含有量と呼ばれる加水率ってものがあるんですが、その加水率をちょっと高めに設定して、あのツルツルとしたすすり心地のいいシルキーな麺に仕上げて。シルキーな麺ですよ。ミミさん、おしゃれ。今多分シルキーな麺っていうスーパーテロップ出ましたね。そうか、そう。ではいただきます。いや、男らしいですね。ありがとうございます。泣けちゃう。天才です、ね、うまい。だってこんなに澄んだスープなのに、うんうん、味がもう深いし、うん、ずっと口の中に残ってくれるという。ヒロ君、美味しさのあまりお箸が全然止まりませんね。でもヒロ君、本当に美味しそうに食べますね。羨ましい。うんうん、すすり心地、うん、喉越し。僕ラーメンで喉マッサージされたの初めてです。つるんって言ってくれる。やっぱシルキーなイメージね。シルキー、うん、ほんとこうね、シルキーというだけあって、うん、こうつやかって感じがね、なるほど、舌先でもその喉でも感じられるっていうね、うんうん、8時間ですね、うん、手間暇かかってる。いやもったいないな。ちょっとずつ食べたいくらいですけどね、もったいなさすぎて。あー、いい、絶対食べると思いました。一口。やるか、柔らか。繊維がないんじゃないかっていうくらいほぐれますね、うん、やっぱ低温で調理したらこんな柔らかくできるんですか。そうですね、うん、しっかりあの芯温 の温度も調節して、うん、しっかり滅菌もした状態で、うん、ベストな柔らかさに持っていけるようにするには8時間、うんうん、こだわり抜かれた材料で作られているからこそこれだけの人気なんですね。続いては背脂を使ったこちらのラーメンです。バラのり、刻み玉ねぎで、先ほどのチャーシュー肉とネギ、貝割れって感じですね。へぇ、まあ、背脂でこってりなんだけど、うん、具材でまたさっぱりいただけるっていう感じで、やっぱりバランス感覚いいですね。なるほど。ベースはさっきのお醤油に背脂ですか。そうですね、うん、なるほどなるほど。初めてですね。ねえ、じゃあヒル君も初めてっていうの、ぜひ。僕の初めて。おぉ、うわお、うまっ。うまみです、うまみ。もっとこってりしてるのかなと思ったら、やっぱいい油使ってますね。いい油だから体にスッと馴染んでくれる。そこですか、ね、いや、ぐっさん、もう今日はですね、このヒロックの食べリポを、はい、もうね、目の前で見ていただきましたけど、実際に聞いてどう思いましたか。いや、もう本当に表現の宝箱って感じで。あ、宝箱出ましたよ。いや、優しいですね。いや、本当にこういうお人柄の店って行きたいですよね。さっきメニューでね、話したけどね、あのお子様ラーメンがね、うん、無料っていう。幼稚園生までは無料ですよね。はい、そうですね。優しいですね。優しい、この心配りがね、嬉しいですし、海外の方が来ても大丈夫、 OK、 コミュニケーションは。はい、大丈夫です。あのこれからあのどんどん増えていくだろうって思ってるので、あのイングリッシュメニューもしっかり用意してお持ちしております。注文しやすいで、またユイレールの駅も近いんですよ。確かに、うん、だから那覇空港の駅からそのこっち来るってのもできますからね。あ、そうですね、うん、やっぱり駅近ってね、一番便利ですもんね、はい、うん、さあ、私長浜が紹介するランチ、今日はラーメンシノワご紹介しました。ぜひ来てください。我们都在挑战嘛，大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。